スペインはイタリア、中国に次いで世界遺産が3番目に多い国です。そこで今日は旅の達人 IAC トラベルに聞いたスペインの首都マドリードから日帰りで行ける2つの古都のおすすめスポットをご紹介します。まずセゴビア。マドリードからおよそ100キロ北にあり、バスでおよそ1時間15分、高速列車では27分で行くことができます。標高1000メートルの高台にあるセゴビアは、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教の影響を受け、3つの文化が融合した町。そんなセゴビアのおすすめスポットは、町を見下ろすアルカサルです。ディズニー映画白雪姫に登場する城のモデルとして知られているセゴビアのアルカサル。メルヘンチックな外観とは裏腹に、王様たちの宮殿であったと同時に軍の最重要拠点とされていました。その後、牢獄や軍事学校として使用され、現在は一般に開放されています。続いてはトレド。マドリードからおよそ70キロ南に位置し、バスでおよそ1時間、高速列車でおよそ30分で行くことができます。タホ川に囲まれたトレドは、セゴビアと同じく3つの文化が融合した町で、建物は景観保持されてきたため、町並みは中世そのまま。大聖堂やお城など見どころはたくさんありますが、中でもトレドの対岸にあるホテルパラドールは見逃せません。パラドールは古城や宮殿などの歴史的建造物をホテルに改修したスペイン国営のホテルチェーンで、現在スペインには94カ所あります。トレドのパラドールの最大の魅力は、そこから見えるトレドの街。日が落ちると、大聖堂やお城、城壁など主要建造物がライトアップされます。このライトアップは毎週金曜日と土曜日、そして祝日など、泊まらずともカフェで一息するだけでも OK。 週末を狙って幻想的な景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。